ルアーももらえるかも、ステッカーももらえる、絶対。そんなスペシャルイベントやってます。詳細は概要欄に。こんにちは、シーブスラロブです。あ、日曜日もう恥ずかしい、こんな、はいはい、後で自分で見たら恥ずかしいそうよ、はい、はい、そんなのどうでもよくて、うん、日曜日のお時間、好きなルアーを好きなように語らせていただく、そんな素敵な日曜日、プチカフェ、はい、今週もやっていきましょう、うん、今週ご紹介するルアーはこちら、ペーン、はい、ラッキークラフトさんかな、うん、ワンダーワンダーの80、はいはい、ワンダーといえば、うん、元祖シンキングペンシル、はい、とね、いうことで名高いですよね、うんうん、だってこれが今いろいろある新編の教祖様よ、うん、教祖様だそっから分派していったん、そう、あの、家系ラーメンで言ったら吉村屋よ、あー、はいはい、あれって吉村屋ない、吉村家なん、どっちや、吉村屋じゃないよね、え、あのめっちゃパワハラみたいなえ、どういうこと、どういうこと、そうなん、え、なんか動画で見たことあるんやけど、パワハラばかりなん、なんか普通になんか女のその修行しに来た人が蹴られよったりしよったり、うん、YouTube で流れてますんで、あ、そうか、はい、はい、まあそうっす、家系ラーメンでいう吉村屋、はいはい、これが新編会でのワンダーなんですよ、はい、ね、何がいいのって、うん、これはね、やっぱ新編 系列のさ、うん、もう元祖やけんさ、うん、もう新編とは何ぞやっていうアクションがもう全て詰め込まれてる、うん、なるほど、全てはごめん言い過ぎあの SG とかじゃないんで、はいはい、まあ、こうね、フリ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 と、もうザ新編、うん、ザ新編、うん、はい、ね、釣れるよそれで、うん、これ本当に釣れる、いま、うん、だに第一線ですよ、うんうん、でね、サイズラインナップもいろいろあって、あ、そうなん、そう、60ミリとか80、これ80なんやけどさ、お、あとは95もあったような気がする、へ、うん、その辺なんかいろいろあって、あ、うん、もう出しとった俺45からある、あ、そうなん、うん、45、60、80、95ってある、へ、45とかもう履くパターンとか良さそうじゃない、確かにね、うん、でやっぱりこう新編なんで、うん、まあ、投げた先で沈むんですよ、何もせんかったら、うん、でもねでもね、新編なんで、やっぱり巻き寄ったら、巻いてきた時のトレースレンジは、うん、まあ、10センチから30センチぐらいかな、うん、まあ、水面直下と言ってもいいでしょう、はいはい、うん、まあ、竿立てて引いてやったらもっと水面ギリギリとか、うん、5センチとか10センチとか、多分このティップの角度で刻める、うん、まあ、これも新編のいいところだよね、うん、もう、もうそう、新編の元祖なるほど、あ、すごいよ、で結構ね、やっぱり特にね、俺の印象ではね、うん、あの俺らの地元の釣り具屋さんにはあんまり見かけんような感じがするんやけど、見かけんよね、ね、うん、でも何、関東、うん、例えば横浜行った時とか、はいはい、あと都内とか、都内の釣り具屋さんとかは結構見ると思うよね俺、ああそうな、うん、ビーフリーズもしっかり見ると思うよね俺結構見かけるよね、うん、そう、やけん東京とか、まあ、関東界隈ではまだまだあるで、あるん、うん、まあ、でもマジで見んよね、こっちでは本当に見んよね、ラッキークラフト自体あんまり見んかな、まあ、ビーフリーズはね結構見るよ、置いとる、フレンドさんにもあるし、持ち主さんにもあったと思うし、うん、ポイントさんはなかったかな、うん、なんかあんまりどこでも見るルアーって感じではない気がするね、うん、俺らの地元ではね、うん、はい、なんですよ、はい、okay、これ俺大事に大事に使ってる、なるほど、ロストしてないんや、うん、1回もしてない、1回仕掛けたことあるけどなんか返ってくるそう、そういう運命だよね、そうでね、俺的なデメリットもあるわけよ、なるほど、服細い、ああ、はい、俺ね1回それでバラしとんよね、魚折れたん、曲がったんかな、うん、多分1本しかかかってなくて、うん、で曲がったんかな、なるほど、そう、悔しかったなそうです、わかりましたはい、はい、なんで、今回ご紹介したプチカフェルアーは、ラッキークラフトさんのワンダー8マル、
身辺の元祖なんでね、はいはい、あの身辺を深く知りたいよっていうあなたはね、うん、これをまず触らないことに始まらないですね。始まらない。そう、はいはい、何でもかんでもルーツってものを分かってないとね。はい、はい、なるほど、はい、とてもいいですよ、はい、ちゃんと釣れるんで、うん、でこれね80に関しては 11.5g あるけんそれなりに飛ぶしね、あ、うん、はい、なんでぜひ、まだ使ったことないよっていう人は使ってみてはいかがでしょうか、うん、はい、はい、そんなわけで今週のプチカフェはここまで、今週はご視聴ありがとうございました、はい、来週もまた見てください。さよなら。